11月29日火曜日のつながるニュース、毎週火曜日は中野区のキーステーション中野ブロードウェイからお届けしています。さてここからは深掘りトークのコーナーです。このコーナーでは地域で活躍している人や注目されている場所にスポットを当ててご紹介しています。中野区では活気あふれる街づくりにつなげるためにシティプロモーションを展開しています。その一つに中野大好き中野さんプロジェクトというものがあります。その中で誕生したのが球体関節人形中野大好き中野さんです。中野はあらゆる個性を受け入れる街、自分の好きなものを持ち好きでつながり生きている。中野さんはそんな中野に憧れて中野にやってきた身長44センチの人形です。先日この中野さんと中野区にある飲料メーカーがコラボサイダーを作って地域を盛り上げたいとの思いから限定商品中野大好き中野さんサイダーを作ることが発表されました。今回は中野区広聴広報課シティプロモーション係の方と中野大好き中野さんとのこのコラボサイダーについて現在もクラウドファンディングも行われているということで深掘りたいと思います。中村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中村さん、はい、あ今日中野さんを連れてきていただきました、はい、そうです。あ相変わらず可愛いですね。ありがとうございます。もういろんなこの細かいところの、ね、球体 の, この関節が滑らかに動いていろんな、はい、あの動きとか表情が作れる、ね、雰囲気を作れるということなんですけど、はい、あれ中村さん中はあれオリジナルの中野さん T シャツですT シャツもあったんですね、はい、そうです。あら、まあ、でこ の, あの名札といいますかこちらを下げるストラップも、はい、そしてここには中村さんの上に中野さんの缶バッジもついています。もう徹底的に中野さんですね、はい、中野さん推しなのですごいわ。今日はじっくり魅力も聞かせていただきますので、はい、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。まずこの中野大好き中野さんですがどうやって誕生したんですか。はい、中野区は人口の流動性が高く約120カ国の国籍を持つ方々が暮らす個性あふれる街です。はい、そんな個性豊かな街中野に憧れてやってきたのがつぶらな瞳がチャーミングな、うん、中野大好き中野さんです。はい、中野さんの無垢な眼差しを通して違うことを気にしない違うことを面白がる多様な価値観が当たり前な中野の魅力を伝えていくために2019年に誕生しました。この瞳が本当に印象的ですもんね、はい、なんか吸い込まれるような感じでね。なるほどなるほど、多様な価値観ということですね。で主な中野さんの活動っていうのはどんなことをされてるんですか。はい、中野大好き中野さんプロジェクトではシティプロモーションの一環として広く区内外へ向けて中野の魅力を発信しています。街にあふれるさまざまな個性をインスタグラムなどの中野さん公式 SNS を通じて発信しています。また区からの発信だけではなく中野さん人形の貸し出しを通じて中野区を愛する皆さんにも一緒に中野区の魅力を発信していただいています。なるほど、じゃあもうその中野好きな方たち地域の方なども一緒にもう PR を行ってもらうっていう企画のもと、はいはい、本当に誕生2019年頃ですもんね、はい、本当にあのいろんなそう SNS とかでも上手なお写真とか見かけますもんね、はい、ありがとうございます。で、これまでも中野さんはさまざまなコラボレーションを行ってきたということなんですね。はい、はい、中野さんのイメージは申請をいただければ商品パッケージやイベントのチラシなどいろいろな場面でお使いいただけます。自由に使っていいんですか。自由に使っていただけます。申請したら、はい、あらまあ、このネックストラップや T シャツもそうなんですけれども、はい、これまでに中野大好き中野さんのビールなどのお酒シリーズですとか、はい、ある、中野さんのグラス、ペン、それからラインスタンプなど、さまざまな商品に活用いただいております。あもう幅広いわ。はい、また、中野栄屋に本社を置くゲームやアニメ事業を展開しているブシロードさんとのコラボや、中野丸井さんとのコラボイベントなど、区内の、企業の皆さんとも一緒になってシティプロモーションを進めています。そうなんですね、はい、ブシロードさんともされてたんですね。はい、そうです。うわすごい。で今回はサイダーとのコラボですね。はい、そうです、中野大好き中野さんと東京飲料さんのコラボサイダーを作る企画に取り組んでいて現在クラウドファンディングを実施しています。うん、あの今回どういうきっかけでこの東京飲料さんとコラボレーションしようってなったんですか。はい、
東京飲料さんは、ラムネやシャンメリー、サワー類などハートのこもった製品作りを心がけて創業90年の中野にある新生飲料メーカーさんです。日本全国のご当地サイダーを製造している東京飲料さんからぜひとも大好きな中野区を応援したいということでお話をいただいて今回の企画が実現しました。なるほど、はい、番組をご覧の皆さんにもプロジェクトを応援していただけるととても嬉しいです、じゃあいわゆるこの中野のご当地サイダーを作ろうよっていう意味も込められているということですね、はい、そうです。ああ、老舗の会社とのコラボレーションです。で中野区では現在、クラウドファンディングが行われている、はい、ということなんですけども、はいはい、そうです。この他にもこのいろんなクラウドファンディングもいろいろ行われてるんですよね。はい、そうです、東京飲料さんとは別に中野区ではシティプロモーション事業の一環として町の活力とイメージアップにつながる区民の皆様による取り組みを支援しています。今年度助成している3事業、託児銭湯、子ども漫才、クラシックコンサートで、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングに挑戦しています。こちらもぜひ応援していただけると嬉しいです、どれも魅力的な企画ばかりなのでぜひ皆さんも詳しくチェックをしてみてください。あとその先ほど SNS で一般の方が中野さんを借りてお写真を、ね、街で撮ってアップっていうお話もあったんですけど、中野さんを借りたいっていう方はどうすればいいんですか。はい、中野を愛する皆さん一人一人が中野の広報大使と考えておりますので、皆さんに中野さんのを貸し出しております、中野さん人形とその分身であるちび中野さん人形を、中野区役所の4階5番窓口シティプロモーション係でお貸ししているほか、中野区立図書館でもお貸ししています。貸し出しの詳細については、ホームページ中野区のホームページをご覧いただければと思います。はい、わかりました。もうこれからも、ね、どんどんいろんな方に広報係となって写真撮っていただきましょう、はいはい、あと今後中野さんの展開などはどんなことがありますか。はい、中野さんと一緒に中野の好きなところを中野を好きな仲間たちと語り合うなかなか会というイベントも毎年開催しています。今年は12月10日に実施予定なんですけれども、今年のなかなか会は中野の酒場を巡る漫画中野見中野です乾杯しようとのコラボです。中野見作者のネオ草野さん、月刊少年シリウスの編集者の方、中野大好き酒井中野区長の個性豊かな3人のクロストークで中野の魅力について語ります。また中野区内の飲食店などで楽しく飲んでいる写真や中野グルメの写真をハッシュタグ中野見をつけて投稿するとプレゼントが当たる SNS 投稿キャンペーンも開催中です。こちらも皆さんのご投稿をお待ちしております。酒井区長までいらっしゃるんですね。はい、参ります。またお話を上手だから絶対楽しいですね、このイベント。はい、ぜひ遊びに来てください、あとこの漫画の中野見も実際に、中野にあるお店を、こう新人漫画家の女の子が巡るんですけど、中野さんと出会ってっていう、もうめちゃくちゃ面白いんですよね。はい、面白いです。こちらもスマートフォンなどでも読めますので、ぜひ皆さんも読んでみてください。では最後に視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。はい、中野大好き中野さんの SNS アカウント、インスタグラム、ツイッター、フェイスブックを運営しています。視聴者の皆さんにもぜひフォローいただければと思います。また、中野区として、一方的に区の魅力を発信していくだけではなく、区内の皆さんと一緒になって中野区の魅力を発信していければと思っています、ぜひ、シティプロモーションのホームページをご覧いただきまして、皆さんにもシティプロモーションに参画いただけるととても嬉しいです。ぜひよろしくお願いします、本当にどんどん次から次へと楽しい企画が盛りだくさんになっていますので、皆さんこれからもチェックをしてください。そして今後ますます私も楽しみにしています、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました、ということで今日は中野区広聴広報課の中村さんにお話を伺いました。以上深掘りトークのコーナーでした。ではここで一旦お知らせです。